マーテロー島、マーテロー島は19世紀初めのナポレオン戦争の時代、イギリス帝国が各地に築いた小さな防御砦である。砦はおはむね、高さ12メートル内部は1から3階建てで、一人の指揮官と15から25人の兵が留まることができた。その円形の構造は厚いレンガの壁で作られ、可能砲の砲撃にも耐え、その高さは、 屋上に一門の銃砲を置き、360度の方向に射撃を可能としていた。また、一部のマーテロー等は、その周囲の掘りにより防御の強化を図っていた。この要塞は19世紀を通じて使用され、より強力なライフリングを施した方の開発により、不要となった。ほとんどが、今日も、歴史的な遺跡として残っている。 日本語では、マーテルロ島やマーテルオタワーとも呼ばれる。マーテルオ島は、コルシカ島のモルジミサキにあった、ジェノバによる大規模な防御拠点の一部である円形の要塞の影響を受けている。イギリスによって初期に建てられたマーテルオ島の中は、概ね3階建てとなっていた1階は、弾薬庫と貯蔵庫であった。そこには、弾薬と備品と食料が蓄えられた。 二十四人の守備隊と一人の指揮官は二階の位置、ブロックに居住しており、この木座橋はいくつかの部屋があり、調理と暖房のために暖炉が壁に設置されていた。指揮官と兵士たちは同じ広さの別々の部屋に住んでいた。屋上もしくはテレプラインは三百六十度回転可能なように配置された一門もしくは二門のカノン砲が設置されていた。移動や貯水槽は 守備兵に淡水を供給するために塔の中に設置されていた。屋根につながった内部に設置されていた排水設備は雨水により貯水槽に水が止まるような構造となっていた。15世紀より類似した塔はコルシカ周辺で戦略的に重要な拠点に沿岸の村や船での輸送を北アフリカの海賊より守るために建設されていた。それらの塔はから階建てで 直径12から15メートルの大きさで、取り外し可能なはしごで登ることのできる入り口は5メートルの高さに1箇所だけ存在した。これらの塔は地元の村民により管理され、監視委員がおり、予期しない船が近づいてきた場合に、塔の屋根に火をともし知らせる役目を担っていた。これは、やってくる脅威に対してその地にいる兵士に対して警告を出すためであった。 海賊の脅威が次第に減少していったが、ジェノバ人は外国からの侵攻を防ぐために新たな円形の塔の建設を行ってきた。1794年2月7日にモルテラ岬の塔は2台の英国の軍艦 HMS フォーティチュードと HMS ジュノーにより攻撃をされ、激しい2日間の戦いの後、最終的にジョーン・ムーア式下の地上部隊により占領された。 フット中将は以下のように報告している。イギリス人は自分たちの最新の戦艦に対して戦った塔の優秀さに感激し、そのデザインをコピーした。しかし、その際に M 王テラの名前をマーテロと誤ったスペリングで記録して知った。これがマーテロ王塔の名前の由来である。19世紀の前半、イギリス政府は 世界中に存在するイギリスの植民地におけるイギリスの海岸線と戦略拠点を守るためにマーテロー島を建設する大規模な計画を開始した。約140の島が建設され、ほとんどはイングランドの南海岸沿いに作られた。他のものはオーストラリア、カナダ、アイルランド、メノルカ島、南アフリカ、スリランカ島に建設された。 マーテロー島の海外での建設は1850年代まで続き、それがライフリングを施した方の新世代の武器に耐えられないことがはっきりした後は建設されることはなかった。フランスはその海岸沿いに同じような塔を建設した。それらは工学的通信機による連絡手段を利用していた。アメリカ合衆国政府もたくさんのマーテロー島をその 東海岸沿いに建設した。これは、イギリスのデザインを一部修正して使用した。グレートブリテンとアイルランドは単一の政府を持つ国家、イギリスに統一された。この時、いくつものマーテロー島が建設された。したがって、グレートブリテンとアイルランドのマーテロー島は一つの防御システムの一部であると考えられ、全体でブリテン諸島を防衛するように設計されていた。 これはイングランドの東海岸と南海岸及びアイルランドの東海岸を見ればはっきりとわかる。この地域にマーテロー,ー島の鎖が構築された。世界の他の地域では個々のマーテロー島は戦略4どころ天皇防御のため建設が行われた。1804年から1812年にイギリス政府はナポレオン皇帝に統治されたフランスの侵攻から イングランド、アイルランド、ジャージー、ガンジーの南海岸と東海岸を守るために、マーテロー等の鎖を構築した。合計で105のマーテロー等がイングランドに建設され、シーフォード、サセックスからアルデバーフ、サフォークまでの海岸に沿って一定の間隔で配置された。そのほとんどが、ウィリアム・トゥイス将軍とキャプテン・フォードの指揮のもと、建設された。 イギリスのマーテロー等はナポレオンの侵攻艦隊に対して実際に戦闘することはなかった。脅威が去った後、イギリス国内のマーテロー等は様々な運命をたどった。多くの党は密輸に対抗する戦力として沿岸警備隊により購入された。15の党はその石を再利用するために破壊された。4つの塔が新しいライフリングを施した。 超新砲の効果のテスト実験のため壊されている間に30の塔は大波により破壊された。第二次世界大戦では一部のマーテロー塔は観測拠点や対空砲の拠点として軍役に戻った。47の塔はイギリス国内で残存し、そのうち一部はセイオシスの塔のように博物館や資料館や J ウィックマーテロー塔のようにギャラリーに改装された。 これらのほとんどが私有地や個人の住居であり、そうでないものは放置されている。スコットランドには2つのマーテロー塔が建設された。その塔はオークニー諸島のロングホープ近くのハックネスにある。これらは沖合を通る輸送船を襲うフランスとアメリカの海賊の脅威に、こうするため1813年から1815年の間に建設された。 ハックネスの塔の一つは現存しており、現在、ヒストリックスコットランドにより管理されている、博物館となっている。たくさんのマーテロー塔が、アイルランドの海岸戦争い、ダブリン湾と南側の海岸である、コーク海岸の周囲、特にミルモントからブレーまでの東海岸沿いに建設された。これらの中で最も有名であると考えられる、ものとして、ダンレアリーのサンディコブにある、 マーテロー王塔がある。この塔の中では、ジェームズ・ジョイスが数日間過ごした。小説のキャラクターであるスティーブン・ディー・ダラスは、小説、ユリシーズで、友人バック・マリガンと一緒に塔に住んでいる。ジェームズ・ジョイス島として知られるように、この塔は、ジョイスに関連した、ジェームズ・ジョイス・タワーと博物館となっている。他のマーテロー王塔は、ブロック海岸、ダウギー島、ウィリアムスタウン。 シーポイント、サンディマウントの近辺で残っており、マーテロー島は、ダブリンに関連する多数の文学作品において、登場る。都市の北側では、マーテロー島は、ポートマーノック、ホース、サットン、アイルランズアイの両側とランベイ島に存在している。1980年代、ボノは、ウィックロー州にあるブレーのマーテロー島を保有した。世紀中のフェニアン,ンの反乱中に、 コーク海岸のフォータ島近くの塔は有名なキャプテンマッケーにより短期間占領され、これは唯一的に捕獲されたことのあるマーテロー塔であると考えれている。ダブリン州にあるシーポイントの塔はアイルランドの本部となっており、一方、イルナクリンにある再建された塔はコーク州のの島の公園に存在している。他の塔も現存しており、 それらの中での代表的なものとして、ドネガル州のラスミューランの塔が存在する。大英帝国により建設された最後のマーテロー塔は、ニューサウスウェールズのシドニー海岸の小さな島にあるデニソントリデであると言われている。これは、1850年代のクリミア戦争の期間、ロシア海軍からの攻撃の脅威に対して、シドニーを守るために作られた。この塔は、保存がよく、 現在では有名な観光名所となっている。西インド諸島のバーアブラ島にマーテロー島が存在する。これは既存の砦に追加されたもので、スペインにより作られたものであると考えられている。この島は島の南東を守り、コドリントンにおける島の主要な村の南部約7マイルに存在する。セントジョージのパリッシュのフェデーリーチにマーテロー島が存在する。 これは1820年代に建設された。トルトラ島の西の端にあるリカバリートリデはイギリスによってマーテロー島を加えた形で再建設された。合計14のマーテロー島がカナダに建設された。そのうちの9県は現存している。口述するフォートヘンリー、キングストンの細い島は含めず、カナダのマーテロー島は 節外対策のため取り外し可能な塩水型をした屋根を取り付けて建設されていた。ほとんどの復旧された塔は追加された塩水系の屋根を持っているが、この屋根は維持を簡単にするためであり、歴史的に正確なものではない。北アメリカにおいて最も古いマーテロー型の塔は、ノバスコシア州ハリファックスのポイントプレザント公園にあるプリンス・オブ・ウェールズ塔である。 この塔は、カナダ初のマーテロー塔として1796年に建設され、火薬庫及び砦として使用、現在はカナダ国定史跡として復元されている。さらに二つの塔が、ハリファックス港の入り口を守るために、ダートマス海岸とジョージズ島に存在した。ケベックシティには、もともと四つのマーテロー塔があった。一つは、 セントローレンス川を見下ろすエイブラハム平原にある。この塔は博物館として復元され、下記は訪問可能である。二つ目はその近くの戦場公園内にある。ケベックにある三つ目の塔は住居として使用された後、1900年代に破壊された。四つ目のマーテロー塔はアッパーシティの北側にある。オレゴン教会紛争の発生を受け、オンタリオ州キングストーンには、 港と海軍造船所を守るために4つの塔が建てられた。これらは海上攻撃から守る取り出として作られた。このうちマーニー塔とカナダ王立軍事大学のポイントフレデリックにある塔は現在博物館として書き公開されている。フォートフレデリックは東側の城壁と石灰岩の石壁により防御が強化されている。ショール塔、ショールタワーと呼ばれる塔は キングストンのコンフェデレーション湾の水上に立っていて、唯一完全に湖水に囲まれている。ドアーズオープンオンタリオの一部として2005年以来、毎年6月に1日のみ公開されている。4つ目の塔であるカスカート塔は、ヘンリー・岬近くの正塔に未使用の状態で立っている。カールドン・マーテロー塔は、ニューブランズウィック州のセント・ジョンの海岸を見渡す位置にあり、 カナダ国定史跡に指定され、現在博物館となっている。カナディアンプレスは2006年4月16日に、カナダ軍がアフガニスタンでの基地名に、マーテローを用い、前線作戦基地、マーテローとしたと報道した。また、マーテロー等は、キングストンにある国際ホッケー殿堂、インターナショナルホッケーホールオブフェーム博物館のロゴに使用されている。 キングストン港の東側の入り口を守るために建設されたニュージェントトリデにマーテロー島がある。これは1802年に作られ、その時の建設費は1万2000ポンドである。合計5つの島がモーリシャスに建設された。1つはタマリンのラプレネゼ近くの海岸に、これはフレンド・オブ・エンバイロンメントにより再建され、博物館として合している。 古い入り口は地上階より高い位置に存在したが、現在の入り口は地上階に存在する。もう一つの塔は、ボーバシンとポートルイスの間に建築されていた。マーテロー塔は、港をテムネ族から守るために1805年に、シエラレオネのフリータウンのタワーヒルに建設された。この塔は、ソントントリデにある政府の建物に貯水槽の追加が、 許された際、1870年に構造を変更した。現在、塔はシエラレオネの議会の建物の一部となっている。二つのマーテロー塔が南アフリカに建設された。一つはケープタウン近くのサイモンタウンの海軍基地に、もう一方は防法とトリレに建設された。これは海岸沿いでなく内陸にマーテロー塔が作られた特別の例である。 スリランカには南の海岸の半ばとン谷一つのマーテロー島がある。これは1999年に再建された。いくつかのマーテロー島がアメリカ合衆国政府により東海岸の海岸沿いのあちこちに建設された。そのうち二つはフロリダ州のキーウェストに作られ、他にはニューハンプシャー州のポーツマス、サウスカロライナ州のチャールストン、ニューヨークシティなどに作られた。 二つ以上のマーテロー塔がジョージア州、タイビー、ルイジアナ州バイユーデュープレに建設された。設計はイギリスがカナダに建てた塔からコピーされたがアメリカのマーテロー塔はいくつかの点で大きく異なる点が存在した。ジョージア州のタイビー島に作られたマーテロー塔は1815年に作られたがイギリスの塔で使用されているレンガの代わりに その頃一般的な建材であった木とタビーを用いて作られていた。また、イギリスの塔と異なり、タイビーの塔はマスケット銃を壁越しに射撃可能なように守備兵のいる木座橋に小穴が設けられていた。これは戦闘で試されることなくアメリカ南北戦争の時までに破壊されてしまった。この馴染みのないデザインは地元の作家の間で多くの混乱を引き起こした。 作家たちは、ジョージアがスペインの植民地であった時に、スペイン人によって作られたものであると誤って記録されたりした。マーテロー等は、アメリカ合衆国の連帯賞に描かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。